ちゃっ。こんにちは。さあ、豊さん。はい。森永、大谷選手。ああ。勢いが止まりません、ホームラン。もうね、センターから右の方向しかホームランがあんまり出ない。最近そうですよね、もう。流さない。お、流さない。相手もどう投げていいかわからない。もうそのぐらいになっちゃってる。やっぱ相手もピッチャーもやってるっていう感覚があるから、はい、あんまりインサイドに厳しくはいけないよね、なんか、うん、そうなってくるとやっぱ大谷のあのスイングを見てるとね、センターから引っ張ることしか考えてないと。あ、だからもう当てようとか、うん、何とかしようとか、はい、それはとっさに出ることはあるよ、はい、だけどほとんどやっぱフルスイングで臨もうとしてるよね、うん、そうですよね。で今この撮ってる時点で今マリナーズ戦で33出ていまして、うん、でオールスターの前まで、あと2試合なんですけど、まあ1本打つの、もう1本またそれもセンターより右目、うんうん、引っ張って打つの、引っ張って打つ、何打席目ぐらいに行きますかね、大谷選手。まあ、全部で8打席あるとしたら、はい、まあ4打席目ぐらい、おお、4打席目ぐらいでまたポカンと行くな。ということはもう34、34だ、行くと、うん、ゆうさん当ててますからね、当ててるからそのように。でも野球理論っていうのは変わったな。スイングですか？全く変わったな、はい、バレルゾーンとかさ、はい、いろんなことを言われるようになって、うん、でスイングもそのダウンからアッパーに、もうアッパーって言ったら変かもわかんないけど、まあ、勝ち上げみたいなさ、はい、そういうことになってきてるよね。大谷選手って日本にいた時からもうスイングって今のが固まってたんですか？いや、固まってない。あ、違うんですか？もう今年固めた感じ。去年の途中ぐらいからそれに取り掛かって今年開花してるという、はい、だからもうこうやって構えてこうやって出していくもんな。もうそうですよね、うん、昔さ、はい、左肩下がってるとか言われてたそれはダメなことってされてたんですよね。そうそうそう、直されてたんですよね。いや、だから調子が悪くなって、はい、まあ特殊とかやるじゃん、はい、だから下がってると上か冗談じゃないよね、正しいこと教えてよみたいな。いや、本当ですよね。時代が違えばもうこうもなってくるんですか？こうも違うんだな。あと、だから大谷選手ってそのさらにバレルゾーンではこう片付けられないようなスイングとかもやっぱ ね、大谷のね、例えばスイングを身につけたからって、じゃあみんなができるかっていうと、またそういうことじゃなくて、これ何が違うかっていうと、まず体の持ってるスピードが違うよ、キレ。はい、だから走らせてもめちゃくちゃ速いでしょ。速いです。それと、やっぱ握力が多分異常に強いと思う。それは何かつながってくるんですか？これは、はい、例えばさ、はい、この水のペットボトルをさ、はい、軽く握って、うん、動かして、これ動くよ、はい、動きます。俺がグッと持つよ。あ、動かないよね。はい、これが万力だとす、うん、万力、はい、知ってる？こうやってギューッと締めて固定させるやつ、はい、うん、この固定が素晴らしく強いんだと思う。はで、切ってしなるでしょ、はい、ギューッて握って動かないようにしたらこれってこっちに持ってきたら切ってしなるでしょ、はい、その原理で飛ばしてるの。へえ、そこまでの。これがちょっと緩めて、はい、こうやったらしならないんだよ、そのままでしか。そのまま傾くだけですよね。はい、だからね、握力も俺相当強いと思う。あ、そうなんですね、うん、だからバットはあれだけ当たった瞬間にしなって、はい、視点がしっかりしてるから、うん、バーンと飛んでいくんだと。だから次々にまあ、飛距離というかもうすごいじゃないですか。半端ないよ。もう解説の実況の人ももうビーストって言ってみたい。ハハーとか言ってるよ。もうすごい、あれが名物にもなってるじゃないですか。そう。いや、すごい。あれ、柳田選手とはまた違うんですか？なんか見てると打ち方ってすごくバーンと似てるような気もするんですけど、また違うんですね。いや、ちょっと違うな。違うのか。柳田は、はい、同じような軌道を取っても必ずここに持ってことするよね、はい、だからちょっとこう波を打つ感じなんだよ、はい、大谷の場合はパーンと向こうに持っていくんだよ。あ、そのまま、うん、
だからこのヘッドがこう当たった時にそのままの軌道で持っていけるというか、ホームランゾーン165キロ以上、はい、角度30度、はい、これが一番ホームランが出るんでしょ、ね、バレルゾーンって言われてる、はい、まあいろんな角度もあるけどね、はい、でまたスピードによってどの子のホームランになるっていうのが、まあ、出されてる数字がバレルゾーンみたいな、はい、そんな感じあるんだけど、そのバレルゾーンに持っていくだけの身体能力があるというかさ、はい、やっぱミート力もなきゃいけないし、芯に当てなきゃいけないし、はい、だからもう何もかも揃ってるっていう感じだよね。いやすごいですよね。あとあの32本の時でしたっけ、31本の時か、あの自打球2回自分でやってからのホームランって、あれ宇多さん、自打球受けた後って結構打者って結構来るものなんですか？まあ当たるところにはよるけどね、はい、まあでも自打球が当たると意外と打つとかね、うん、あ、そういうのあるんですね。だって余計な力が抜けちゃってるからできますまあまあだからまあそういう効果もあるのよ、効果もあるんだけど、もう自打球も何もなんか大谷にボールが誤ってるような感じがするよね。もう申し訳ない、ごめんなさい。そうですよね。いや本当に。いやそうで、これ一部の、記事ではもうこのペースでいくと年間61本今年いくんじゃないかと言われているんですが、うん、豊さん的にはまあ50本は超えるよね。50は、おお。たださ、メジャーのこう配球とかいろいろ見てるけど、もうまっすぐは速いまっすぐ打ち返されるから、最近変化球ばっかり投げてるんだよね、うん、変化球もガンガン打たれるじゃない、はい、もうお手上げ状態になってるわけよ。どこに投げたらいいか打ち取れるかっていうのはもう分からなくなってると思う、うん、もう大先生どこに投げる、ないです。だって低め投げてもすくい上げるように持っていかれるし、もちろんど真ん中行ったらもうホームランコースだし、もう外の低め、まあ低めっていうのはもう正しいよね、はいはい、でもやっぱり膝元の低めだと思うよ俺は。膝元の低め、うん、でも言いながら想像するとあ、ちょっと待ってよ、打たれるかなみたいなそんな感じだもんね今、うん、そうですよね、うん、どこでも打っちゃうん でライナー性でも持ってったりもするので、まあ、そうだね、うん、まあ向こうもいろんなデータとかね、 AI だとか、うん、まあ、いろんなことから弾き出して守備位置とかも決めてるんだろうけども、はい、そのウィークからね大谷選手は、うん、でも守ってる意味がないというかさ、そうです、頭超えていっちゃうからさ、はい、だから、まあ、そのぐらいやっぱすごいよな。俺なんか取りつかれてんじゃないかなと思って憑依してますかね。いやいや、なんか何かなんかそんな感じがするぐらい、はい、ニュースつけりゃ、はい、今日は大谷選手が30号打ちましたって。そう、次の日31号打ちましたもん、はい、本当にみたいな。いやそうですよ、だって今の撮影時点なんですけれども、これ今81安打しているうちの、うん、本塁では32、あ、一応これだから33本打つ前のあれになってるんですけれども、82の33本ということですね。あ、いや1本ヒットをさらにまた打ってるので83の33。すごいよな、はい、3分の1強だよ、ホームランが。ほぼホームランですよね。3本に1本はホームランだ、ヒット打っちゃう。いやそれだから今言われてるのが、ホームランを打たないと、あれ大谷選手なんか調子悪いのかなとか、うん、逆にそう思うぐらい量産してるっていう。でも体も強いな、強くなったな。一時期ちょっとひ弱でさ、うん、はい、まあ一塁に駆け込んで足捻挫とかさ、うん、何やってんのっていう思ってたけど、はい、だけどやっぱ年々っていうか強くなっていくな。でこの前はルーに出たと思ったら盗塁決めて、はい、でヒットで帰ってきてサヨナラとかさ、うん、だからこれやってほしいんだよね。自分が先発して、はい、ライト守って、うん、で最後自分のホームランかなんか打って勝ち越して、うん、9回マウンドに上がってセーブするというさ、これすごいことですよ、ね、勝ち投手とセーブがつくっていう、まあ、ないすごいですね。これは破られないと思うよ、なかなか。もう多分一生これやったらないでしょうね、破られることは、おそらく。いやでもさ、はい、今の子供たちって大谷を目指して頑張ろうとしてるから、はい、やっぱ二刀流は出てくると思うよ、これからね。出てきますかね。出てくるよ。あ、勝ち投手、セーブ、
漫画だよね。いや、もう漫画の世界です。漫画の世界を今やってのけてくれてるので、大谷選手は。でもこれ、例えばホームランあのダービーとか出て調子崩すとか、そういうことはないんですかね。いや、もうそこら辺の技術はもうしっかりしてるよ、ここまで打てれば。大丈夫ですか。あと、後半戦、例えば、まあ、相手ピッチャーだったりとかが、厳しいところとか、かなりこう、いや、今でも厳しく投げてるつもりで投げてんだから。それでも打ってきちゃう。打っちゃうんだ。敬遠多くなりますかね、申告敬遠とか。いや、向こうはあんまり敬遠しないよ。敬遠したらブーイングが出るから。出るし、はい、やっぱ何で勝負しないんだって、すぐ叩かれる。あ、じゃあもう後半も、豊さんの見立てだと、このまま大谷選手、50本、まあ、50本は行くと思う。50本は行く。50本は行く。もうそこからはもう記録、どんどん越していく。越していくってことですよね。これ60超えたらどういうことなんですかね。すごいよな。いや、だけどさ、でも3分の1強ホームランでしょ、はい、ということは70本ぐらい打つ可能性もあるっていうことだよね。そうですよね。いや、あるよ。すごい記録になりますよ。すごい記録になる。世界的な記録になりますね。60本ぐらい打つよね。だから、そう考えると、軽くいく感じだよね。そうですよね、今のペースでいけば。いやもうね、だからまあ先駆者たちが一生懸命メジャーの中で揉まれながら、はい、まあ、言ってたけど、なんかバッターの最高峰であるホームランだとか打点だとか、そういうことに大谷が立ちそうな感じがするよね。しますね。すごい日本人がすごいメジャーの記録を塗り替えそうですね。だって松井が年間かかって31本、はい、日本軍が生んだ長距離砲って言われてたのが、はい、前半で抜いちゃうんだから。どうなってんの。松井もコメントが辛かったと思うよ。そうですね、あっさり抜かれてしまったので。いや本当に。そうですよね。まあ、大谷は喜んでたけどね、松井のコメントにね。まあね、小さい頃から、まあ、松井が行ってホームラン打って、うん、大谷もそのホームランに憧れて、はい、まあ、今の大谷があるんだろうけどね。うん、すごいな、でもな。すごいですね。いやもうきっちり今年のメジャーもそうですけど、豊さん最後までこの大谷選手のホームラン、どういう成績を収めるか見ていきましょう、このチャンネルでも。はい。はい。